レオノールフィニ、レオノールフィニはアルゼンチン人の画家。イタリア系アルゼンチン人。ブエノスワイレスにて、ドイツ、スロベニア、ベネツィアの血を引くトリエステ出身の母とスペインと、イタリアの血を引くアルゼンチン人の父との間に生まれた。レオノールが1歳の誕生日を迎える前に母は、夫の元を去り、現イタリアのトリエステにある実家に娘を連れて帰った。 レオノールの父は、あらゆる手段を講じて、彼女を取り戻そうとし、誘拐までも試みた。レオノールを守るため一時期一家は、フリウリ地方の小村に避難し、家族全員が変装して、身を隠した。レオノールは少年に変装させられた。父親と母親の家族の間で、幼いレオノールをめぐって、裁判による戦いが繰り広げられた。 母の実家ブラウン家の長男である叔父は、進歩主義的弁護士であり、作家イタローズ・ベーボや詩人ウンベルト・サーバの友人であり、トリエステで、ユリシーズ執筆中のジェームズ・ジョイスともきであった。当時オーストリア・ハンガリー帝国の港町として、繁栄した自由な雰囲気の国際都市トリエステは、むしろ文化的には、ドイツロマン派の影響の強い中央ヨーロッパ圏に属していた。 レオノールは、そうした環境で、強い自己意識と感受性を持つ早熟な少女に育ち、イタリアの中でもいち早くトリエステで紹介されていた、フロイトの著作も読んでいたという。幼い時から絵が好きで、スケッチや落書きに熱中し、アール・ブリュット的な試みも行っているが、短期間、エドモンド・パッサウロに手ほどきを受けた他は、専門の美術教育は受けていない。 17歳頃から油絵を描き始め、1924年には、友人アルトゥーロナタンらとトリエステで、グループ展に参加する。そこで、ミラノ在住のある大臣の家族の肖像を描くという、初めての注文を受けた。1925年頃に、トリエステを離れ、ミラノに行った。そこでは、ジョルジョデキリコ、カルロカラ、アルトゥーロトージラと出会っている。 ノベチェンとイタリアーノ派の中心人物で後に、ブレラ国立美術学校で教鞭を取る、フェルアラ出身の画家、アキレ・フーニとは、親密な関係にあり、同居もしていた。ミラノ時代にフィニは、ミラノ・画廊での古典のほか、ノベチェンとイタリアーノ展、ベネツィア・ビエンナーレ、ミラノ・トリエンナーレ、ローマ・クワドリエンナーレ、パリのイタリア人展などに、イタリア式のレオノーラ・フィニの名で参加している。 この時代に、イタリア絵画の古典的伝統に触れ、ロンバルディア派、フェラーラ派の絵画、マニエリスムの絵画に親しんだ。1931年に移り住んだパリで彼女は、ポール・エリュアール、マックス・エルンスト、ジョルジュ・バタイユ、アンリ・カルティエブレッソン、ピカソ、アンドレ・ピエール・ド・マンディアルグら多くの芸術家と知り合った。ピエール・ド・マンディアルグとカルティエブレッソンとは、共に、 ヨーロッパ中を自動車で旅行した。デキリコやエリュアールは1936年、ニューヨークのジュリアン・レビ・ガローでのフィニの古典のカタログに紹介文や詩を寄せている。1936年から37年にかけて、パリで噂のカップルの相手であったエルンストは1960年のロンドンのキャプラン・ガローでのフィニの展覧会カタログの序文に、 彼女への賛辞を送っている。1950年までフィニの恋人であったピエールド、マンディアルグは1949年に仮面を被った、フィニの写真を掲載したフィニへのオマージュ、レオノールの仮面を出版している。フィニと知り合ったシュルレアリストたちの多くがフィニへの賛辞を惜しまないが、フィニ自身は、 その運動に属したことはなく、シュルレアリストたちが開いた扉を自分は思春期にすでに倒していたと言っている。彼女はどのようなグループにも所属することを嫌ったが、特にブルトンに顕著に見られるように女性芸術家を芸術家として認めるのではなく、ミューズとして崇めるというシュルレアリスム運動における女性の自立性の否認という矛盾を見抜いていた。 最初のパリ滞在時、フィニは、ダリラと同様に、ココシャネルと名声を競った、ローマ生まれのデザイナー、エルザ・スキャパレッリに、アクセサリーや、服のデザインを売っていたが、彼女がボトルをデザインした香水、ショッキングは、ハウス・オブ・スキャパレッリで、最もよく売れた。1938年おそらく、ミラノの貴族からの肖像画の注文を受け、何ヶ月かを、ミラノで過ごした。 1939年には、レオ・キャステリのパリの画廊で、シュルレアリストたちと家具の展覧会を企画した。夏は、サンマルタン・ダルデシュでは、エルンストとレオノーラ・キャリントンや多くの友人と、滞在し、後アルカションでは、ダリとガラフサイの近くに、ピエール・ド・マンディ・アルグと家を借りた。この時期、シュルレアリストたちも離散しており、むしろフィニは、ジャンコクトーラと近しい関係にあった。 国東は、後1951年のベネツィアでの古典に序文を寄せている。ニースを経て1940年に移ったモンテ、カルロでは、貴族から、肖像画の注文を受け、その後もフィニは、ジャンジュネ、アンナ・マニャーニ、ジャック・オーディベルティ、アリガバリ、ルキノ・ビスコンティ、シュザン・ヌフロン、その他数多くの友人や注文による、肖像画を1950年代まで描いたが、 たとえ仕事としての肖像制作であっても、モデルとなる人物を厳選したという。連合軍による、ローマ解放に伴い、1942年に、モンテカルロで知り合ったイタリア大使館員のスタニスラを、レプリと共に1943から44年に、かけ、グロッセートに近いジーリオ島で、1944年から46年を、ローマで過ごす。ここでフィニは、 刑事上絵画の理論的強化に努めたデキリコの弟アルベルト・サビニオやローマ幻想派を代表する画家ファブリツヨ・クレリチと信仰を持つ。その他作家エルザ・モランテ・カルロ・レービ、マリオ・プラーツ、アルベルト・モラビアなどの作家たちとの交流があった。1945年にローマで出版されたフィニの本にはパリ時代から親しいエリュアール、ジョルジュ・ユニエと共に サビニオ、プラーツ、モラビアらが文章を寄せている。アンナマニャーニは、フィニのアトリエのある、同じ建物に住んでいたが、二人は猫を愛するという、共通点もありすぐに親しくなった。当時モラビアの妻であったやはり猫を愛する、エルサモランテをフィニに紹介したのも、マニャーニであった。短い期間ではあったがフィニが、ローマやイタリアの文化界、絵画界、特に、 ローマ幻想派に与えた影響は大きい。戦後、フィニの作品を知り常々知域になりたいと思っていた。フェリーニは、後1960年代末に、クレリチを通してその願いを叶えた。フィニとフェリーニは、エドガー・アーランポーエの系統、ペトロニウスのサキュリコンを題材とした作品、猫好きなどで共通する。フェリーニが、 そして船は行くに登場させる際は、レプリノエにインスピレーションを得たとも言われている。1990年代、病気で思うように制作ができないことをフェリーニが悩んでいた時期、フィニが書いた手紙に大いに励まされたという。フィニがバレエやオペラの衣装や、セットなどの舞台芸術の仕事を始めたのも、ローマ滞在中であり、 これは1970年頃まで続けられた。肖像画同様、舞台の仕事も自分の好きな作家や作品だけを選んだが、その中には若きマーゴット・フォンテーンを起用したローランプティのバレエ、夜の淑女たちの初演も含まれている。1949年ローランプティはフィニの原案に基づくバレエ、レオノールの夢を上演した。 さらに、レナート・カステッラーに監督、ロミオとジュリエット及び18歳のアンジェリカ・ヒューストンと、モーシェダイアンの息子アサフを起用したジョン・ヒューストン監督、愛と死の果てるまで、の2本の映画の衣装もデザインした。当時ヒューストンの映画の助監督であった、リチャード・オーバー・ストリートとの友情はその後も続き、現在彼は、フィニの相続人の一人として、フィニの住んでいた。 パリのアパルトマンで、レオノール・フィニのアーカイブを運営している。1947年再びパリに戻り、ピエールド、マンディアルグ、レプリア、その他の友人たちと共同生活を営んだ。フィニは、一夫一歩制に縛られることのない自由な愛の形を選び、しばしば複数の仲間とコミューン的な生活を営んでいる。その中でも特に、 スタニスラオ・レプリとポーランド人作家コンスタンティン・ジェレンスキーとは1980年のレプリの死と1987年のジェレンスキーの死まで共に暮らした。レプリは外交官であった頃フィニに勧められて再びエフデを取り、1949年にはブリュッセル総領事の職を捨てフィニと共に暮らし始め画家となった。 ジェレンスキーは1951年にローマでフィニと知り合い、当時勤務していた国連の世界食糧機構の仕事を捨て、パリでフィニラと共に暮らすことを選んだ。フィニはレプリとジェレンスキーの3人で暮らした日々が生涯で最も美しい日々だったと回想している。フィニは1996年に肺炎によりパリの 病院で88年の生涯の幕を閉じたが、後に望み通り別荘のあったロワールカ班の小村の墓地に、レプリート、ジェレンスキーと共に埋葬された。文学を愛するフィニは100を超える本に挿絵を提供した。シェイクスピアやボードレール、ネルバルの、オーレリア・ペトロニウスの、サテュリコン、サド公爵の、ジュリエット、ポーリー・ヌレアージュの、王女の物語のほか、 友人たちの小説や死のためにも挿絵も描いた。フィニは自分自身でも1970年代に小説を書いている。短編小説、ビブリスさんの物語、長編小説、ムールムールモーの生えた子供たちのための物語、オネーロポンプ、ロゴメレックである。幼い頃から猫はフィニの特別な友人だった。 たくさんの猫と共に暮らし、多い時には23匹いたとも言う。ジェレンスキーは、フィニは、大いなる生命の流れであり、猫たちはその大いなる生命の流れの一部であると言っている。フィニは猫たちの写真や、自身の文章による、本、猫の鏡や、アトリエの猫も出している。ロアール地方の別荘に行く時には、大型のリムジンに、 猫たちを乗せて移動したという。フィニの作品世界は、そのエロティックな幻想性において、シュルレアリスムとの類似を、しばしば指摘されるが、実は極めて多くの古典的作品に、その着想源を持っている。ピエロ・デッダフランチェスカ、フェラーラ派・派マニエリズム・絵画そしてラファエル・ゼンパなど。その他、フュース・リー、ウィリアム・ブレイクなど、北方の画家たちとも多くの主題を共有する。 彼女の絵の多くは、挑発的にこちらを見据える強く美しい女性を描いている。一方、多くの男性像は目を伏せ、あるいはまどろみの中にあり、受動的で男性的権威を全く感じさせないものが多い。例えば男性の肖像画の多くがそうであるように、ジャンジュネの肖像も困惑したような瞳に深い憂いを称えている。 国東やアルベルト・サビニオが彼女に捧げた文章中で述べているように、フィニの作品は、植物、動物、人間といった種を超えた根校や変身、現世と異界感の越境などが特徴的である。また彼女の作品には、分身やダブルイメージが頻繁に登場するが、これも根校のテーマ同様、いくつもの顔を持つ、自己重足的な主体としての女を描くものと、 考えられる。フィニはスフィンクスの画家として、ストに有名であるが、スフィンクスのように根本的な存在、多くの僧帽を持つ存在は、フィニそのものである。1950年代には、儀式やイニシエーションの中で、巫女や女司祭のような女性たちが多く描かれる。魔女、残忍な女の姿も、フィニの作品にはことか,かない。 1957年バカンスで毎年訪れるコルシカでダイビングの楽しみを発見してから滑らかな表面からザラザラとした表面へとテクニックが変化した時期は好物の時代と呼ばれる。同じコルシカで1964年住居としていた修道院の前に花を植えた頃から花々やパステルカラーの明るい色彩や少女たちを描く明るい時代が始まる。 一見したところ鼻に包まれた無垢な少女たちの世界を描いているように見えるこれらの作品には批判も多かったが、フィニによればそこには儀式や神話が描かれ、実は明るさとは裏腹にアイロニーに満ちているのである。この時期、子供たちの遊戯に潜むエロスや残酷さも描く一連の絵が制作された。1980年代には、 互いを拘束し合う女たちを描く一連の作品、猫を思わせる四つん這いで歩く、擬人化された存在、ユーモラスともグロテスクとも言える、演劇的シーン、グワッシュの顔のシリーズなどを描いた。トリエステで思春期に、モルグに通い詰め死体を観察したフィニは、エロスとタナトスの狭間にある美しい死体を描いてきた。人物は時に、 その美しい白い骨を露出し、動物の頭蓋骨や骨は再生のシンボルのように描かれた。しかし1990年以降、フィニの絵に登場する機っで、グロテスクな姿の異界の存在は、ひっそりと忍び寄る死を、かつてのように完美な姿ではなく、より、アイロカルに描いたものかもしれない。あらゆるもののヒエラルキーを打ち砕こうとしたフィニにとっては、舞台芸術も、 小説も仮面作りもすべてが自己表現の手段であった。奴隷のようにたった一つのことをやるのは性に合わないと、フィニは言っており、絵画作品のテクニックもエッチングデッサン、水彩、油彩など様々なジャンルにまたがっている。幼い時にノートを落書きで満たしたように電話をかけながらカラーマーカーで住所録の余白を色とりどりの猫やオブジェで埋めていたという。 フィニー自身の言葉によると、彼女が描く絵はすべて、自己確認のための魔法の自伝であり、遊びの感覚に満ちたものなのだ。ありがとうございます。